あ、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 聞こえてますか聞こえますかもし聞こえたら、えー、コメントください聞こえてるかなあ、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 聞こえてますかね聞こえてるっぽいですね はい、聞こえてます。ということで。Good morning, everyone. This is Hugo Evata. I'm a representative of an English school, Ever Club. はい、皆さんおはようございます、えー。英会話スクール代表の Evata Hugo、えー、です。はい、えー、っとですね。さあ、えー、本日もですね、Ever、え、Club、ー、のライブ配信始まり,始ま,ります、えー。今日はですね、えー、前回の放送の続きになります。 はい、えー、前回はですね、えー前えー、今までと同様に、えー、海外のサイト、えー、子ども向けのニュースサイトを,を,を読み上げて、その英文を英文解釈していくというふうに、えー、というような、えー、生放送になっております。で、えー、と今日は1つの記事の中で、まあ、3つ小さい記事があって、そのうちの2つが終わってるんで、残りの1つ。 を、えー、と読んで、いってえ、まあ、あの、コメント等でですね、えー、と、まあ、挨拶でもいいですし、えー、と、質問でも何でもいいですし、あの、絵文字でもいいですし、絵文字だけでもいいですし、あの、まあ、何でも結構なんで、あの、コメントいただければなと思います。 えー、コメントはこちらの方でね見れてますので、まあ、これからあの英文をこう説明していく時にも一応あの目を通してはいますので、えー、何でもコメントしていただければなと思いますあのツッコミでもね、えー、っと何でもいいですよ、えー、はい、えー、ので、えー、コメントいただければなというふうに思いますはい えっと、じゃあですね、早速、えーと、その海外のニュースサイトの記事っていうのを、えー、見ていきましょう。じゃあ、えーね、コメントがあ、コメントいただければありがたいんですが、えっと、はい、あの文章の途中でも、あの英文解釈の途中でもですね、えー、とコメントくださいね。 さあ、えー、とおじさん小さくなりますよ。はい、ちょっとね、暑苦しいという意見がありますので、えー、小さくなります。はーい。OK かな。あ Good morning, Kylie, 港。おはようございます。あおはようございます。Thank you for coming. 毎度毎度ありがとうございます。来ていただいてね。えっ、ー、と、じゃあ、皆さんで、えー、皆さんでというかね、 えー、今日は、えー、こちらの News for Kids っていう、えー、海外の子供向けのニュースサイト、こちらの方を、えー、見ていきます。で、えー、っと、じゃあ記事はというと、えー、前回やったのは、あこちらかな。 あ、言うの忘れてた。<laughs> the date is May 30th and it's Saturday and the time is 10:30 and the weather is fine but it's a little hot.、はいえー、ということでですね、こちらの記事ですね。はい。このロボットの記事。えー、タイトルは For Real, Three Words, A Robot Dog and the 1080という記事。 えこちらの記事はですね、まあ、あの3つの記事、えー、小さい記事からなっていて、for real? マジでみたいな感じですよね。マジで ?3 words、3つの言葉、犬型ロボット、そして1080というそれぞれの小さい見出し、えー、タイトルがありますで。そのタイトルをそれぞれ見ていて、えー、前,前回は シンガポール uses r o b dog to police parks, pa, police parks っていうのがやってました。えー、シンガポールの公園で、えー、ロボット型の犬が、まあえー、注意を呼びかけていたりするということですよね。えー、そして、えー、前回やったのがこちら。11 year old skateboarder nails at, at 1080これは1080っていうふうに呼ばれていますね。はい。 さて、えー、このタイトルはというと11歳のスケートボーダーが、えー、と1080を決めたみたいな感じの記事でしたね。えーまあえー、その内容、えー、もしこの2つの内容ですね、えー、詳しく知りたいという方で、まあ、今回初めて見た方いらっしゃいましたら、えー、と前回前々回の生放送まだ記録が残ってますので、えー、とそちらの方を見ていただければなと思います。 さて、じゃあ、えー、今回は3つ目になります。さあ、えー、と、こちらですね、えー。今回の記事結構面白いですよ。なかなか面白いんで、まあ、あこの3つの中のメインって感じです。僕の中で。<laughs> はい、えー。じゃあ、えー、いこうかな。大丈夫ですね。はい。じゃあ、早速読んでいこうと思います。まずはタイトルか。あ、それからちなみに、あのごめんなさい。前回も前々回もちょっと、文字がね、あの、 小さかったんじゃないかなと思います。なので、もう少しちょっと文字を大きくして見せようと思います。これね、スマホとかで見てる人は多分文字細かすぎてちょっと読みにくいんじゃないかなと思ったんで、これぐらいでいいかな。これぐらいどうですか見やすい。I really want to see you soon, みなと。MeToo!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  えーっと、なんでしたっけそう、えー。これぐらいの文字の大きさ。 大丈夫ですかね見やすくなりましたかね多少はね。はい。えーと、じゃあですね、えー、タイトルから見ていきます。i n j u r e d hiker rescued with three simple words。はい。ということですね。えー、っと、injured hiker。この injured っていう言葉自体はどういう意味かっていうと、えー、怪我をさせるという意味でございます。 けが、えー、をさせるというさいきなりさせる動詞なんですけれどもそれがで,ですね、えー、と過去分詞になった場合はされたとか、えー、いう、えー、受,け受け身の状態になります、えー、だからけがをしたという感じですよね、えー、ハイカー、まあ、ハイカーはあのハイクする人ですよね、えーまあ、登山者、まあ、山に限らないですけど、えー、登山者、えー、レスキューでは、えー、と救出した えっと、with three, 救出された、with three simple words。えー、っと、3つの単純な言葉。まあ、これ単語でいいと思います。えー、っと、3つの単語。簡単な、えー、単語。で、えー、っと、怪我をしたハイカーが、えー、救出されたよというニュースでした。はい、OK です。 あ文字の大きさですすねありがとうございます、はい、そのおタイトル、えー、こちらですねじゃあどういうことかと3つの単語で救われたよという話なんですけれどもどういうことかじゃあ中身を見ていこうと思います Hello! イロハはいあこっちかカメラ <laughs> はいえっ、ー、となんだっけはいじゃあ第一段落ここからいこうと思います Uh, health workers were able to help a hiker who was injured high, who was injured high on the cliff of a remote island in Tasmania. Uh, thanks to an internet service that turns location into ordinary words. えー、まあちょっとこれこれねあのこの一段落でも一つの文になってますねちょっと長いんですけど区切っていきましょう、えー、まずは、えー、っとここまで、はい、Health workers were able to help a hiker ここですね、えー、Health worker って何かっていうと、まあ、そのまま訳すと健康の働く人 という意味なんですけど、まあ、日本語で何というかというところちょっと難しいんですけど公衆衛生従事者というか、えー、保険保護員みたいな、うん、そういう人たちですよね。はい、で、えー、とその人たちは、えー、ここですね、be able to これが過去の形になっているんですけど be able to は can と同じように、えー、できるという意味ですので、えー、B e 同士が過去になっているのでできたになりますね。 えー、というわけで、えーと、助けることができた。うん、公衆衛生従事者は、えー、助けることができた誰をハイカー。まあ、これは登山者、ハイカーですね、えー。で、このハイカーを説明しているのが、このフー、えー、フー以下でございます。ハイカーを就職しているのが、このフー以下。これは関係代名詞というやつです。 えーまあ、毎度言ってますけれどもね、えー、この新聞記事、えーまあ、これぐらいのレベルであっても、子ども向けの新聞記事であっても、やはり大事な、重要な文法といえば、不定詞、現在完了、関係詞この3つは必ず押さえておいてくださいね。まあ、日常会話においても、絶対この3つは必要になってきます。ですので、ここはしっかり押さえるというとことですね、はい。これは関係詞で、えー、とあ、はい、これをそのまま当てはめて大丈夫です。 A hiker was injured, injured high on the cliffs of, the, of a remote island in Tasmania.、えっと、先ほども言いましたが、injured というのは、えっと、させる動詞です。怪我をさせる方なのでえ、怪我をする方は受動体になります。ですので、えここが B e 動詞とお過去分詞になっております。だから、be injured で怪我を,しえ怪我をする。 というふうに考えていただければなと思います。えー、そして、えー、High on the cliffs。まあまあまあ、これは、えっ、ー、と、cliffs、c っていうのは崖のことですよね。そのお崖がたくさんある、まあ、その高いところという意味で、えー、High on the cliffs を使ってますね。えー、高い崖のところで、えー、それはどこのなのかっていうと、 タスマニアの、えー、リモートアイランドということです。えー、タスマニアの、えー、とこのリモートっていう言葉最近めちゃめちゃ聞きますよね。えーとまあ、コロナウイルスの関係で、えー、とお家でお仕事をしなきゃいけなくなったりとか、えー、した時にリモートワークとかね、えー、変なカタカナで使われておりますけどこのリモートっていうのはそもそもじゃあどういう意味なのかというと、えー、形容詞ですね 離れてとか、えー、遠いとかっていう意味になります。えー、ですから、えーとえー、この r リモートアイランドで離島というふうに考えればいいんじゃないでしょうか。ということでタスマニアの離島の高い崖,のあ高い崖で、えー、怪我をしたハイカーを、えー、助けることができた。 とということで、すね。で、これまだ終わりじゃないんです。さらに、えっ、ー、と、カンマがついて、えー、この後の文がくっついてますね。で、この後の文というのは、Thanks and Internet Service that turns locations into ordinary words ということで、Thanks to なんたら、これはもう絶対押さえといてください。これ、Thanks to なんたら、これは何々のおかげでという意味になります。えー、何々のおかげで まあ、thanks っていうのはあ,のありがとうの thanks なんですけれども、えー、感謝してという意味で、えー、と何々のおかげで thanks to なんだらで、えー、この thanks to はこれ2つで接続詞の役割をしますですから文がまだ途中でも次の文につなげることができるんですね、えー、こっちの方を見ていくと an internet service that turns location まあこれ internet service だけでいいかじゃ thanks to an internet service で えーまあ、とある一つのインターネットのサービス、えー、のおかげでというふうに言いたい場合に Thanks to an internet serviceThanks、ね、to the technology とかって言っては、えー、技術のおかげでとか、えー、そういうあの使い方もできたりしますよね Thanks to なんたらこれは非常によく使われる表現なんでお覚えておいてください。何々のおかげでえー、と で、インターネットサービスを説明するのが that 以下でございます。えー、これは関係詞ですね。えー、関係代名詞。Turns locations into ordinary words ということで、えー、これ、turn と,、えー、と into。turn, turn into で、えーと、何々に変わるという意味です。turn、えー、into 中にということで、えー、turn なんとか into なんたらみたいな感じで。 turn A into B みたいな感じで、えー、と何々から何々に変わるという感じですね、えー、何,何から何に変わるかというと locations が ordinary words に変わるということです locations っていうのは場所ですよねで ordinary words っていうのは ordinary っていうのは通常のとか普通のという意味になりますので、えー、と普通のお言葉、まあ、単純な、えー、単語 えー、そういう言葉に場所を変えるインターネットサービスのおかげでということです。はい。なるほど、なるほどと。で、これは接続詞として使われるので、えー、もしですね、えーと、これを先に言っちゃう場合もありです。これを先に言っちゃう場合もあり。あの、thanks to an internet service that turns locations, locations into ordinary words. Health workers were able to help a hiker ブラブラブラというふうに繋げていっても大丈夫なんですね、えー、接続詞 but とか、えー、いろいろありますけれども、えー、と because とか if とかね、えー、同じようにですねその接続詞を使う場合、えー、前に置いても後に置いても大丈夫ですだからどちらかを強調したい方を前に置くっていうのが通常ですねはいというわけで、えー、ここの第一段落はですね えーっと、えー、場所を、えー、普通の言葉オーデナル words に変えるイン,ターネットインターネットサービスのおかげで、えー、ヘルスワーカーヘルスワーカーこれは公衆衛生従事者は、えー、タスマニアの離島の高い崖で怪我をした、えー、登山者ハイカーを助けることができましたというのが、えー、この第一段落でした。 はい。よろしいですかねはーい、えー。何でもいいのでコメントくださいね。<laughs> 何度も言うようですけどね、えー。ツッコミでも何でも構いませんよ。ーじゃあ次のお段落いきますね。こちら。はい。After the 67-year-old hiker was injured, Her friends called for help but they couldn't say exactly where she was. Hi Emergency workers asked the hikers to use their phones to contact an internet service called what three words.com. The service turns an exact location into three ordinary words. Hi Saja ごめんなさいね今ちょっと通りがうるさい。バス通りなんでちょっとね、バスが通ると結構うるさいんですよね。ごめんなさい。さて、えー、っと、じゃあ行きますよ。After the 67 year old hiker was injured. ここでですね、あの前回の、えー、っと11歳の男の子、スケーターが、えー、っとの記事がありましたけれども、その時に、ハイフン でつながっていて、11 year old っていうふうに書いてありましたよね。で、これも全く同じでございます。前回説明しているんですけれども、こういうハイフンが中に、ハイフンでこうつながれているときっていうのはどういう使い方がされるかというと、基本的には形容詞の役割をします。えー、つまり、67 year old なんたら、 っていうふうに、その名詞がその後に来るんですよね。だから、何歳の誰々、何歳の何々とかっていうふうに言うときに、えー、このハイフンを使って、ここで何歳のという、えー、役割をさせることができます。例えば、そのハイカーイズ、その登山者は67歳ですというふうに言いたい場合には、The hiker is 67 years old になるんですけどね。この場合は、ハイフンはいらないです。 ただ、67歳のハイカーって言いたい場合は、67 year old ハイカーとなります。はい。えー、そして、えーえー、ということで、ここまでで、ね、まあ、さっきからあの受動体ですけれども、これ、えー、怪我をしたですね。えー、67歳の、えー、登山者が怪我をした後、まだ続きます。Her friends called for help. 彼女のお友達は、えー、calls for help 助けを呼びました。まあこれはわか,かりますね。But they couldn't say けれども彼らは言うことができなかった。そして exactly これですね。exactly、えー、これは exact という形容詞の、えー、副詞です、えー。形容詞から副詞に変わっています。exact は正確なで、えー、exactly は正確に ですえー、ちなみに、あのまあ、僕は、えー、とどちらかというと、米語、アメリカ英語なんですけど、exactly ってこう t ってあんまりあほとんど発音聞こえないぐらいです。だから、えー、彼ら、まあえー、ネイティブスピーカーの人たちが、英語のネイ,ネイティブスピーカーの人たちは、えー、exactly って言うと思います。t 聞こえないですよね、あんまり。exactly。はい。 で、もう、正確だという意味にもなりますので、その通りというふうに使います。だから、誰かが何か言ったときに、exactly というふうにこうあの反応として、えー、その通りというふうに、that's right みたいな使い方で、えー、されることがあります、えー。非常によく使われる言葉なんで、ぜひとも覚えていただきたいところですね。で、正確にですよね。で、えー、ここ、where she was。これは関係福祉というやつですね。 えー、ここの全体が副詞になってますね、えー、誰々が何々するところなんか「where」って聞く,聞くと場所というなんかあねえ質問あし場所というかどこっていうふうに考える人たちまあたくさんいると思います通常はですね質問では「where」って言われたらどこなんですけどこの文中で関係副詞として使われている場合は「どこ」に対しての答えがここに書いてあるので日本語訳する時にはこの「where」は ところというふうに訳すと分かりやすいです。だから、誰々が何々するところというふうにえ言いたい場合に、where、誰々、何々するとなります。つまり、彼女がいた、これ B 動詞の過去形なんで、いたですよね。彼女がいたところ、これをこ、こ,ここですね。彼女がいたところっていうのを where she was というふうに表現しています。つまり、けれども彼らは、 えー、彼女がいたところを正確に言うことができなかったということですね。なるほど。そういうことですね。えー、じゃあ、その一文まとめますと、えー、67歳の登山者は怪我をしたあと、彼女の友人は、えー、助けを求めたが、えー、彼らは、えー、正確に、えー、その怪我をした人、彼女が、えー、いるところが、えー、言えなかった。 とということですね、えー、だから、えー、can't say exactly とか、don't know exactly とかっていうのは非常によく使われて、正確には分からないとか、正確には何々しないみたいな表現になりますね。はい。でえー、じゃあ次の文いきます。えー、Emergency workers a s k the hikers to use their phones to contact an internet service called what3words.com。ここですね。 えー、エメリエマージェンシーワーカーズここはですね、エマージェンシーというのは緊,緊急のとか、えっ、ー、と救急のという意味になります。ワーカーズはそこで働く人たちなんで、これは救急隊員というふうに考えていいんじゃないでしょうか。はい、えー、救急隊員は、ask 誰々 to do これ、えー、非常に大事なんで覚えていてください。ask 誰々 to do で誰々に何々することを 頼むとか、誰々に何々するように言うという意味です。えー、と、ここが不定詞ですね。なんで、えー、この ask 誰々 to do は、えー、非常によく使う表現なんで覚えておいていただければなと思います。えー、つまり、the hikers、その登山,登山者たちに聞いたと、あ聞いたというか、えー、頼んだ。何を頼んだかというと、to use、使うことを。 使うことを頼みましたでじゃあ何を使うことかっていうとここですね。Their phones、えー。彼らの電話ここまでで、えー、救急隊員は、えー、その登山者たちに、えー、携帯電話を使うように言った。 何をするためにっていうのがこれ以下でございます。これまた不停止です。えー、to contact は、えー、するためにという副詞的用法なんで、連絡を取るためにということです。じゃあどこに <laughs> ?loud、えー。じゃあどこに、えーとえー、連絡をするのかというと、えー、an internet service ですね。 えー、インターネットサービス。まあ、これはまあカタカナで <laughs> 言っちゃいますけどそれ、そういうことですね。で、えっ、ー、と、codewhat3words.com。ということで、えっ、ー、と、what3words.com というインターネットサービスを、と連絡を取るように、あ取るために、えー、彼らの携帯を使うように、えー、頼んだ。ということです。聞いた。ということですね。 はい、救急隊員はハイカーに、えー、wat3.words.com というインターネットサービスに連絡して、えー、連絡するために彼らに電話するように頼んだ。あ、彼らに電話を使うように頼んだ。ということです。はい。えー、で、この、ここ、ちょっと僕、結構大人の英会話の生徒さんにも言ってるんですけど、 あのこの語順を常に、えー、と意識していただきたいですね。というのは「の an Internet Service」って言って先に結果を言っちゃって「インターネットサービスですよ」っていうふうに言ってから「code」で呼ばれるとか呼ばれたという意味になりますから「何々」という名前の何たらとか「えー、何々」と呼ばれる何たらっていうふうに言う時に先に何たらって言っちゃってから コードやネームドをつけてその固有名詞を後に付けるっていう方法をにえ慣れてほしいです。これは例えば外国人の人に道を説明する時とかえ場所を説明する時とかにも十分注意してほしいんですけれども <coughs> 例えばあの <coughs>、えー、何とか通りまあ中野通りだとしてえと中野その日本人が中野通りを説明する時って 中野は中野で名前で通りはストリートだから中野ストリートっていう風に説明する人が結構いるんですけどこれはあ,のあくまで例なんですけどえ中野ストリートではなくて A street called 中野通りっていう風に説明してあげた方が中野通りと呼ばれるストリートっていうことを説明できるんですよねまあ要するに先にそのものが何なのかを言ってあげた方がイメージしやすいんですよで日本語のえ固有名詞 例えば、通りとか通りとか変化するじゃないですか。その呼び方が。だから、それは外国人にとってはかなりコンフュージン。混乱してしまう要因になるんですよね。だから、ものを先に言う。えー、でそれ、その、コードとか、ネームでつなげて、えー、その固有名詞を言う。例えば、荒井薬師公園って言いたいのであれば、荒井薬師パークじゃなくて、アパークコーあアパークコール荒井薬師公園。 こんな感じにまず「ア・パーク」それが公園ですよっていうふうに言ってしまうでそれは何とかと呼ばれるっていう言い方をするこれがこれをしてあげれば例えば何かを説明する時とかっていうのにすごく伝わりやすくなりますなので日本の日本語の固有名詞っていうのは非常にいろんなものがミックスされていてあの分かりにくいんですよね だからなるべくこういう名詞は使わない方がいいんですけれどもえまずそのものを言ってからじゃあそうなんと呼ばれるというふうに言った方が間違いなくいいと思いますはいえっと話はだいぶそれましたけれどもえ僕は割と話がそれていくタイプなんでえ元に戻るのに時間がかかります <laughs> はいえっとなんだっけ というわけで、えー、what3words.com と呼ばれるインターネットサービス。はい。ということでしたね。さあ、じゃあ、続いての文いきます。The, the, service turns, the service turns an exact location into three, wor, three ordinary words ということで、えー。これもさっきのですね、えっ、ー、と、turn の後に、えー、into が使われています。 ね何々が何々に変わるというふうに言うときに turn A into B みたいにえ A から B に変わるというときにえ使われますね。The service そのサービスはえ変える an exact location これがさっきあの exactly ね上で出てきましたけど exact というのはこれ今度は形容詞として使われてますだからえと正確にじゃなくて正確なですね。 えー、ロケーションは場所なので、正確な場所をこちら3 ordinary words ということで3つの、uh, ordinary 通常の単語まあ普通のですね普通の単語に置き換える、えー、要するに変えるーサービスですなるほどどういうことかとまだ分かりませんよねなんか、えー、なんだ場所を3つの言葉に変える3つの単語に変える ということです、うん、もう少し見ていきましょう。じゃあ、下の段落。What three words does this by breaking up the entire world into a grid of squares which are 10 feet,、uh, 3 meters on each side? ということで、はい、えーと。What three words はさっきの固有名詞でインターネットのサービスですね。えー、does します、えー。これ三人称単数です。 これをしますこれをしますって何なのかってこれっていうのはえこれです要するに場所を通常の言葉に変えるえそれはどういうことによってされるのかっていうと、By、Breaking y b up Breaking up っていうのは Break up っていうのは基本的には壊すとかえまああの人間の関係性で言えば Break up っていうのは別れるとか えー、関係を断ち切るとかっていう意味なんですけれども、えー、By breaking up はこれは分割この場合は分割するというふうに考えていいと思いますで、えー、で、えー、entire っていうのは、えー、と全体のという意味になりますので entire world は世界中のとか世界全体のという意味になります世界全体をですねごめんなさい、えー、世界全体を分割することによって 何に分割するかっていうと、into、これも in to turn into の into ということで、in と to が合わさってこう、中と、uh, uh, 中とその方向を指してますよね。Uh, to は基本的には終着点を指すので、まあ、uh, イメージとしては in to ってこんな感じですよね。方向と中にという意味が、uh, 合わさってます。a grid of squares、この a grid、grid っていうのは、えっ、ー、と、網、網状のものですね。 アミえー、です、えー、最近はあのカタカナなんかでグリッドとかって、えー、よく使われてますよね。あとデザインなんかする方は、えー、とか、えー、と書面を作る人なんかはグリッドとか聞いたことあるんじゃないでしょうかね。A grid 編み目状のものですよね。of squares スクエアはあの正方形です。まあ大丈夫ですね。で、えー、スクエアどういう正方形かっていうのを説明しているのが、えー、こちら。 あ、ようこさん、ハロー。遅刻しました。全然いいですよ。はい。ここからね。今、面白い話してます。面白いかどうか分かんないけど <laughs>、えー。え、squares, which are 10 feet? ということで、squares を小小、えー、就職してるのが、えっ、ー、と、この、which 以下でございます。えっ、ー、と、つまり、えー、which are その正方形というのは、10 feet。 十十、えー、フィート（括弧三メーター）トリミテレスって書いてあるんですけど、on each side、えー、ということで、each side は、えー、each 各、えー、辺ですね。サイドはあの側という意味なんで、各辺、えー、各辺えっ、ー、と十フィート十フィートまあ括弧三メーター約三メーターですね、えー、の正方形に世界中を分割する。 ことによってこの Watery Wars はそれを可能にするということですね、えー、イメージできましたかね世界全体をまず3メー,ター四方の四角に全部分けちゃう分割するということですそのあで分割することによって、えー、っとロケーション場所を3つの言葉に分けることができるということです えー、ちなみに feet っていうのは、えー、と足の feet からきてますまああのしえっ、ー、と調べたところによると feet っていう言葉まあも大昔に調べたところによるとえっ、ー、と、えー、まあとある王様偉い方の足の大きさが、えー、一つの長さの単位になったんじゃないかというふうに言われてますまあ30センチ約30センチなんで、まあ、でかいですけどねまあ おそらく西洋,西洋の <laughs> 人だと思うんで3 0ンチ近い足の大きさがあったとしてもおかしくはないですよねえそしてこの feet というこれややこしいですよねこれあのえっと北米ではあまだあのヤードポンド法っていうのが使われていてえ短い単位からインチえそれから feet えーえーヤード えーとマイルみたいな、えー、そんな長さになるんですけどこれ実は超分かりにくくってあの日本、えー、と我々が使ってるメートルグラム法みたいにこう10とか100とか1000とかって10倍10倍10倍で単位が変わるわけじゃなくって、えー、と12インチで1フィートみたいな1フットみたいな。 もうめちゃめちちゃゃなんですよだからもうこれ早く廃止してほしいんですけどね僕はこのあのえっ、ー、と何ですかえっ、ー、とヤードポンド法もうでめちゃくちゃなんで調べてみるといいと思いますきき気になる方はこのヤードとかマイルとかが何センチメートルな何メートルで何,何なのかっていうのをちょっと見てみると面白いと思いますがはっきり言ってもうめちゃめちゃになりますんで分かりにくいですね、はい、えっ、ー、とで 10 feet, まあ約3ルということですよね。その、each square, それらの各正方形は、is given。これはと原、えー、と受動体ですね。与えられる、与えられる。its own それ自身の、それのという意味ですね。この its は、it is じゃないですからね。it, it's, it, it の、それのという所有格でございます。 It's own name それ自身の名前が与えられる。その名前っていうのがここ。これは、メールアップなんで作られた、構成されたという感じですかね。Of three ordinary words ということで、3つの普通の単語からで構成された名前という説明ですね。 でここ、あの、何ですかねえー、っと、Which is みたいなのが入ってるっていうふうに考えれば分かりやすいんじゃないですかね ?Each square is given its own name, which is made up of three ordinary words みたいなね。えー、いう風に考えればえー、っと、 3つの単語で構成された、えーそ,れえー、それ独自の名前が与えられるということです。つまり世界全体を3メートル四方の網目状に分けてその一マス一マスに、えー、3つの単語の組み合わせの名前を与えると。だから一つ一つの正方形が3つの単語になっているということです。3つの単語で構成されている。 分かかってきましたかねそうするとどうなるかっていうと、えー、これですね。Once the hikers were able to tell emergency workers、uh, their three words.Tasmania's、uh, ambulance, uh, ambulance service knew exactly where the hiker was. ということですね。Once なんたらかんたらかんたら、えー、あれ飛ばしてないよね。 うんえー、once the hikers were able to なんたらで once なんたらかんたらかんたらっていうのは、えー、何々何々したらとか、えー、っとそういうふうに、えー、使われています、えー、つまり、えー、ハイカーが、えーっとえー、できた to tell emergency workers、えー、救急隊員に、えー、説明することができた There are three are words. することでできたらって感じですね。えー、一回何とかしてしまうととか、えー、こうしたらこうなるみたいなことで、once なんたらかんたらってよく使われる言い方ですね。えー、Tasmania's Ambulance Service knew exactly タスマニアの、えー、アンビュランスサービスはこれ救急,、えーえー、っと救急サービス救急,、はいえー、救急車ですよね。えー、n e w exactly これが n e w 知った、えー、exactly が正確に where the hiker was これもさっきの構成とほぼ同じですよね。えー、exactly 正確にで、えー、そのハイカーがいた 場所を正確に知ることができたということですね。えー、つまり、えーと、タスマニアのアンビリオンスサービスは、えー、とあごめんなさい、違うわ、上から、えー。その登山者たちがそのお3つの言葉を、えー、救急隊員に伝えることができたら、でき,できて、えー、タスマニアの救急うーサービスは、えーと そのハイカーのいる場所を正確に知ることができたということです。はい。で、えー、they also knew that they needed to send a four-wheel drive ambulance as well as a police car ということですね。they also, 彼らは also、えー、何々もまた、knew、知、えー、った、知ることができたということですね。えー、知った。 何を知ったかっていうと They needed to send 彼らは必要だった。Send 送る。A four-wheel drive ambulance。この f o u r w h e e l drive っていうのはあのいわゆる 4WD です。これ 4WD ってあの四駆って言って四輪駆動ですよね。あの車の車輪が4つとも動くタイプのえっと車ですよね。えー えー、つまり四駆の、えー、救急車、まあこれも、えー、と多分四句がかかってると思うんですけれどもねその場所を知ったことによってあこれ as well as これあのえっ、ー、と非常によく使われる言葉なんで覚えておいてください as well as 何々と同様にという意味ですまあ as なんとか as っていうのは基本的にはだれ、えー、と何々と,何,、えー、と何々と、えー、同じぐらいになったら っていうふうに使われるときに、この as なんたら as なんたらっていうふうに使います。で、よく使われるのは as soon as possible とかね、そういうこの as, as なんですけれども、as well as に関しては、ちょっと特殊な言い方がされていて、特殊な言い方というよりは、何々と同じようによくというふうに考えるところから、同様に、何々と同様にという説明になります。 えーといいう使い方になりますつまり「ポリスカー」と同様に四輪駆動の、えー、救急車も送る必要があったっていうことを知ることができた知ったということですよねその要するに3つの単語を言ったことによって、えー、と正確な場所が分かったのでそこまで行くのにまあ,あ四輪駆動の救急車 えー、並びに、えっ、ー、と、ポリスカー、えっ、ー、と、んていうんですかパトカー <laughs> パトカーも、と同様に、四輪駆動の救急車も、えー、必要だっていうことが、えー、分かったよっていうことでした。でしたえー、この、What Three Words、えー、に連絡したら、えっ、ー、と、ここかなあ、書いてなかった。あ、こっちかなあ、こっちでした。 いいですかねということで一度登山者たちが彼らの救急隊員にその3つの言葉を伝えることができたらタスマニアの救急サービスはどこにその登山者たちがいたかということが正確に分かったそしてパトカーと同様に四輪駆動の救急車を 送る必要があるということも分かったということです。はい、そして、えー、っと最後におまけ的なあ文がここに書いてあるんですけど、Did you know? っていう書いてありました。Did you know? 知ってましたかということで何か教えてくれるみたいですけれども、これを、まあ、伝えたらさっきの,その3 words の意味が分かると思うんですけれども、Locations are usually reported as GPS coordinates, but These numbers are long and can be confusing. ここですねなぜその3つの言葉に置き換える必要があったのかっていうところなんですけども、えー、Locations は場所で Usually は普段とか通常とかですね Reported は Report がえっと報告するなんですけども Location が主語になってるんで B e 動詞と Reported で報告されるですね As は何々のようにとか何々として何々を使ってまあいろんな形になるんですけど GPS coordinatesGPS っていうのはなんだっけグローバルえっとなんだっけなグローバル忘れちゃった。Anyway,、uh, let me、uh, check that outGPS <laughs> 何の略 グローバル,ポ,ーバルポ,ジポジショニングシステムですね。GPS。グローバルポジショニングシステム。それは割とシンプルな言葉でしたねえ。コーディネイツ。コーディネイツっていうのはね座標という意味なんですよ。あのコーディネイツってカタカナで聞くとコーディネイトするとかって言うけれども、あれって結構ちょっと あのカタカナで勝手に走っちゃってて英語のコーディネートとはちょっとつながらなかったりするんですよねコ,コーディネートとそもそもこう同等なとかどう同意のという,こう同じぐらいのという意味があるんですよねなのでちょっと英語としてのコーディネートをしっかり、えー、と学んでおいた方がいいと思いますカタカナよりもねで GPS の座標で報告されるですよねでその その GPS の座標って見たことあるかわかんないですけど Google マップとかでもよく出てくるんですけどえとその座標って見れるんですよねその位置っていうのは世界を全体を見てその全部ナンバー要するに番号で振られていてその番号っていうのは long 長いんですよまあそりゃそうですよねで正確な位置を知るのにその番号で全部うわーっと長い数字の羅列なのでそれは can be confusing この Confusing.confuse というのは混乱させるという動詞なので confusing になったら混乱させるものになりますで。で can be なのであり得るということですよね。こういう状態になり得るということです。なる可能性があるですよね。ですからここはえと場所っていうのは通常 GPS 座標でえ報告されるが、えー それらの数字というのは長くて混乱しやすい、間違いやすい、間違う可能性があるということですね。はい。For example, if the w h a t three w o r d s location was parade, glue, joyous, the GPS coordinates would be something like マイナス41.543っていう数字になってますよね。要するに、えー、っと、例えば、その、えー、What Three Words のロケーションで、パレードグ、グルーはあの、ノリか。ノリ。あの、えー、っとくっつくノリですね。グルー。と、ジョイアスは、えっと、よろ、よろ、喜ばしいみたいな。 あ嬉しいとかね上位の、えー、形容詞ですよね。喜びの形容詞。Joyous。えー、歓喜みたいな感じですよ。そして、えー、要するに、パレードと乗りっていうのと Joyous。喜びっていう単語のところは GPS で表記したらどうなるかっていうと。 えー、マイナス四十一点五四ねだだ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 こんな長い数字になると、でこれを例えば GPS で調べて、う、え、ん、っと例えばタスマニアの離島なんていうのは当然住所もなければ、えっと なんですか周りにそれをういった場所では、えー、と正確な位置っていうのは当然知ることはあの伝えることができませんよね。でたとえ GPS で、えー、と自分の居場所が分かったとしてもそれを座標その座標を、えー、とそのアンビリアンスサービスに伝えることってこの数字を言わなきゃいけないから難しいですよね。だからこの長い長ったらしい数字を3つの単語に、えー 変換することがでパレード・グルー・ジョイアス。これだけで終わります。ということです。私は今、パレード・グルー・ジョイアスというところにいますというふうに伝えれば、そこが正確に分かるということなんですね。はい,といとここは。ということで、ここはですね、知ってましたかということで、 えー、場所というのは通常 GPS として報告されるが、えー、これらの数値というのはとても長くてあいけない変なの混乱する可能性があります。 えー、例えば、えー、w h a t Three w o r d s の場所が、えー、とパレード、グルー、ジョイアスの場合には、G、GPS 座標は、えー、とこういうふうになりますよ。こんな感じになりますよっていうのがここの文でしたね。はい。えー、というわけで、えー、っとこの Three w o r d s の正体はですね、えー、その,正確,のい正確な位置を知るための、えー、インターネットのサービスだったと。 でそれが、えーと、本来ならば分かりえないその場所であるものが、えー、分かって分かったので、えー、1人のけがをした、えー、登山者を助けることができたんだよということなんですね。はい、えー、ということで,で、すね、えー、一応、ここ、記事はす、ね、べて読み終わりました。 えっと今回の3回にわたって、えー、説明したのは、えー、こちらでしたね。うん、For real, three words, a robot dog and e 10 1080。ということで。えーっとですね、じゃあ,あ、この記事は、えー、っとこれで終わりになります。はい。えー、次回もお同じようにですね。えー、っと 記事を読み上げていくわけですが、えー、と次回はこちらもう決まってるんですけれども先にですね、えー、ともし、えー、皆さんあー、えー、と予習ができたらですね予習しておくと <laughs> いいかもしれませんそこで、えー、となんか答え合わせ的な感じでね <laughs> えと僕,にあの僕のこの放送を見てあなんだそういうこと言ってたんだみたいなことを思うといいんじゃないかなと思います えというわけで次回はえこちら。こちらの記事を読もうかなと。For real. また同じようにですね。マジでから始まってます。3つのタイトル、小さいタイトルがあるようです。Remote Control Scooters。まあこれもさあのロボットに近いんですけど、まあまあまあいいや。で、Free in Wales。なるほど。それから、A Free Picasso ですねえ。えみたいな。Picasso。 えー、このタイトルを次回はやろうと思っていますので、えー、もしあのご興味ある方はですねこの「news4weeks」で検索して、えー、この記事見つけてみて、まあ、ちょっと目を通しておくなり、えー、自分なりに解釈してみて、えー、次回僕があこういうふうに説明した時に、えー、となるほどと思っていただければなというふうに思っておりますあもちろんあの僕の放送を聞く、えー、見に来るだけでも全然いいと思いますんでね はいえー、というわけでですね、えー、と11時半ではないんですが、えー、と今日はえこれぐらい、ちょうど切りがいいので、これぐらいにしておこうかと思います。えー、と次回は来週水曜日にですね、えー、水曜日の10時半からまた行おうと思ってますので、えー、もしお時間よろしかったら皆さん見に来てください。えー、そんなところですかね。 はい、それからあの動画の方もですね、えー、ちょくちょくまた、えー、発音記号とか、えー、に、えー、発音記号を主に、えー、と上げていきますけれども、えー、皆さん是非見ていただければなと思いますはい質問等ありませんかね大丈夫かな <laughs>、はいまあ、もし、えー、何かあれば LINE でも、えー、何でも結構ですので、えー、言っていただければなと思いますはい えー、というわけで、えー、じゃあ、えー、今日はここライブ、えー、エヴァクラのラののイイブ、えー、配信第7弾だ第7 7弾回目先生と朝の勉強タイム英字新聞を読もう2-3終わりにしたい、とと思いいますというわけで、はい、ありがとうございました。Thank you for watching our video. I hope you like it.Thank、ah, you for watching our live stream.And I hope you like it. 言う語でした。そういうわけで、See you!Have a good weekend, everybody! バイバーイありがとうございましたこちらこそありがとうございました !Thank you! バイバーイ !Have a good weekend! <Thank> you. はい、それでは配信終わります。